家塾の久保です。いや暑いですね。こういう暑い日はですね、あんまり外に出ずに家の中に閉じこもって Amazon プライムの先駆け男塾を見てるのが一番だと思う速稼塾の久保でございます。特にですね、外出ると道路は渋滞、電車は満タン、コミケはいっぱいってことでね、どこもかしこももう満員ですよ。でも家の中は相変わらずの1人とか2人とかでね、緩やかに過ごせる、なんといい環境でしょう。というところですね、今日からお送りしている自己アフィリエイトのコーナーなんですけども、早速ですね、ご質問何件かいただきまして、で今ね、ちょうどあの男塾を見てる時に飛び込んできた質問にお答えさせていただきます。はい、自己アフィリエイトのサイトを拝見させていただきました。すみません、質問です。自己アフィリエイトを継続して行うと経済的な面以外にどのような学びメリットがあると考えられますか？継続した方がやはりいいでしょうか？お時間の時にご教授くださいませということでございます。まずですね、後ろの方の質問から答えさせていただきます。継続した方がよろしいでしょうかという質問ですけども、これはね、何と言いますかね、自己アフィリエイトが継続できないと何も継続できないんじゃないかなと思うんですよ。自己アフィリエイトって最も簡単に、誰の力も借りずにたった一人で、お金をね作れる、インターネット上でお金を作れるサービスなんですよね。でこれが続かないと、今度はアフィリエイトになってくると、今度はね、自分ではなくって誰かに紹介したりとか、ブログやサイトを作ってその向こうにいる人に、自分の意思の及ばないところにライティング能力とか自己表現の能力で、人の気持ちを動かしてね、購入させないといけないっていう、結構ね難しいんですよね。で自己アフィリエイトを繰り返しやっていくと何がいいかっていうと、経済的な面以外にですね、人に自己アフィリエイトを教えるスキルが身についてくるんですよ。それは知識とか教え方っていうのもありますけども、自分の気持ちを正確に相手に伝えて、相手の不安を正確に自分が受け取るっていう、このコミュニケーションの能力なんですよね。すべからくビジネスってこの2つでできてるんですよ。自分の気持ちを正確に相手に伝えることができれば、相手のイエス・ノーを見ることができるんですよね。そして行動したいんだけどもできないって、相手の不安の気持ちとか、何がどこでどうつまずいてできないのかってことが、こっちがね、察することができれば、先手先手でその人が求めてるものを提供することができるんですよね。これを鍛錬するのが自己アフィリエイトの継続なんですよ。なぜなら自己アフィリエイトってやってる中でも、ものすごく自分にね、疑問があるんですよ。ものすごく不安が生まれるんですよ。じゃあそれをどうするのか、自分で解決するのか、そうではなくて自己アフィリエイトに、長けてる方にね、聞いてみると、自分の不安であることとかつまずいてることは正確に伝わるだろうかってことで、一つコミュニケーションが前に進むんですよね。特に今回ご質問いただいた方は、やってるからこそつまずいてるわけなんですよ。でつまずいたからこそ私に聞いている、で私に聞いているから私はもうすでに昔つまずいたことなんでお答えできると。しかも何回も何十回も何百回も同じ質問に答えてきてるんで、非常にね、多角的にお伝えできるんではないかなと思うんですよね。おそらく速稼塾に関わって自己アフィリエイトをやってない方ってのはもうほぼいないんではないかなと思いますし、いざとなったら自己アフィリエイトで2万3万って稼ぐことを覚えてるからこそ、多少のリスクをね、覚悟していろんなことにチャレンジできると思うんですよ。そういった形でね、私は自己アフィリエイトは継続することをお勧めするのと、自己アフィリエイトをやって何が得れるかっていうと、金銭的なメリットだけではなくて、コミュニケーション能力が高くなるってことですよね。プラス凡事徹底能力がつきます。以上のような回答でよろしかったでしょうか。それではですね、これからインボイス制ってものが始まりますけども、それについてもちょっと言及したいと思うんですよね。アフィリエイトと転売、不用品転売とかね、こういうのよく比較されるんですよ。初心者がやるべき自己アフィリエイト、初心者がやるべき不用品転売、どちらが優れてるか、インボイス制が出てきたことで圧倒的にこれはね、はっきりしました。転売は結構簡単にできるんですけども、実はこのインボイス制が始まると転売業者さんは軒並みできなくなります。というよりも収益きつくなります。まあ、その理由は明日またね、朝のライブでもお話しようかと思うんですけども、小規模事業者さんって基本的に消費税払ってないんですよね。確定申告とか決算の時に消費税払ってないはずなんですよ。だって払ったらやっていけないからですよね。売上が300万しかないのに年間で30万払ったらやっていけないんですよね。だから益税といいまして、その30万というのは払わずに済ますというのがね、大型の小規模事業者さん、1000万円以下の事業者さんのやり方だと思うんですよ。それは別に悪いことではないです、誤報です。でもインボイス制が始まると何が起きるかっていうと、消費税を払ってない、去年消費税を払ってない事業者さんは、自身が誰かに物を売ったりとかサービスを売った時に、そこにですね、なんていうか名前忘れてた特定なんとかっていう書類で、あれが出せないんですよ。要するにサービスとか商品を提供された方が、要するにね、転売をしている事業としている方の
取引先様が転売してる人から商品を買っても買ったレシートが経費に計上できないというねデメリットがあるんで取引してくれなくなるんですよ。いや私だって嫌ですよ、そんなところから仕入れるの。特にヤフオクとかメルカリとかアマゾンで転売をされてる方っていると思うんですけども、でもそういう方ってあの購入した人の気持ちって考えたことあります？購入した人って購入したもののレシートをあのですから経費で使おうと思って貯めてるんですよ。でもその効力がないとしたらそういう人から取引せずにきちんと前年度消費税払って経費として認められる領収書を発行してくださる、そういったね、取引先を選ぶんですよね。これでなんかだいぶ分かったと思うんですけども、転売はねもう死滅すると思います。私は相当上手にやる人だけ生き残りますけども、今ねやっぱり300万とか500万とかその辺でうろうろしてる方っていうのは全員あの死滅するんじゃないかなと思いますよね。だからその辺もね考えながらビジネス選んだ方がいいかなと思います。まあ、当然ですけども私の予測が外れることもありますので、あとは皆さんがねどういうふうに解釈してどの角度から攻めていくか、そしてどう対策を打つかってことになってきます。アフィリエイトってのは別に取引先さんがね、別にあの何ですかね、あの経費に使ってもらわなくてもいいですからねだってアフィリエイトの仕組みに乗っかって紹介料をいただくだけなんで、その辺の処理全部やってくれてるんですよ。むちゃくちゃ簡単ですよね。だから私はアフィリエイトがこれからますます有利になってくると思います。さらにアフィリエイト以上に有利なのは投資ですね。取引先必要ないですからね。だからインボイスにも関係なくもうね、消費税なんて払わずにも全然構わないんですよ。しかも税率が 20% でしょ、まあ、20% プラスアルファですけども、日本で一番税率が低いのは投資家になることなんですよね。投資万歳。では失礼します。